はい、我が車のバックに。東側。ありました。近鉄奈良駅前のね、しかねえのバスの乗り場です。海風と違ってね、いい風です。私の顔がね、白くなってしがね入らないとね。近鉄の来駅か、もう随分とね、観光客もね、はい、今日はまだね、もうね、3連休は翌日の平日なんで続きますよ、ね、その夏ということも、ね、ありまして、距離ねありますから慌てない。太陽ですね。こんな感じです。西側の空。小さな旅をね、楽しんでいきます。女優の相模原、相模原桜のね、小さな旅を楽しんでいきます。それはね、楽しみから人はそれぞれなんでね。神戸人はね、三宮と元町で金使うことしか能がありませんから、金使うのがね、遊びと思っていますから。私は話があります。私はね、古来ね、古来日本の原風景ね、満喫しにね、夏のね、盆地の暑いところ奈良に行っています。それがね、普通でしたからね。今のが普通じゃないんですよ、海なんかね。私が何を思ったのか、海にね、ご操作ね自らね、行きましたけどね、ご操作、隔離されて、だから言いたくなりますよ、その私の言い方ね。それ自由なんで、人様のことじゃないんでね、私自身のことなんでね、どんな言い方を行ってもね、まあこれ自虐と申したらいいでしょうが、そうね、自虐でもないんですよ、ね、自分の思いはね、人それぞれ。先ほどのパケットでね、かなり標準語のおじさまね、かなりなんかお怒りになられて、上の責任者のような方も、店長か副店長か分かりませんかね、よく分かりませんけどね、ね、言いたければ少しね、中に入っているとかしないとね、内容はあんなところで分かりませんよ、実際何のことか。私は言うときはよく言いました、ちょっと中でね、こんなところで話できないから、お互いにはそれは分かりませんからね、そんな内容とかがね、どのようなことで納得いかないのか、でも分からないことはね、尋ねるべきです。どんなことで、全て英語あります。私気がついてます。山陽バスね、頭悪いです。英語は書いていません。神戸はね、国際都市でありながらね、英語の表記ありませんし、変ですよね、どんなに考えてもね。黄色のバス、綺麗な黄色のバスですよ。市内巡回のねバスの、バスのね、定時もあまり少ないですよ、ね。まあ、一台ね、こちら奈良県の1台半かけですけど、私はもう楽しくね、歩けます。もう3年目が怖くてね、もし、それはね、行かないことありますけど、怖くてね、
どのように工夫しようと思いますよ。どのように工夫して歩こうかと思いますよ。まあ、用事なんかね、作りたくないんですけど、まあ、それは、あらざるを得ないことでありますからね。まあ、たまたまね、神戸空港からの帰りはね、新神戸までバスがありましたからね。結局は三宮経由ですからね、どちらにしましょうね。空港到着してもね、こう空港から搭乗する際に、まあ、それはね、もう、まあ、空港ですからね、あの駅でもそうです、新神戸駅もそうです。あの神戸に、ね、三宮がね、一番にぎやかでいいけど、こればかりね、なくなります。カラスでございます。カーカー。ホテルでゆっくりするのもいいですね。外で。古代ね、奈良の盆地のね、夏の暑い、ね、盆地の空気。もう夜になりますね。あのいいかな。市会のバス51号系と JR 奈良駅東口行きです。それが私普通なんですけどね、山陽バス、この時間帯山陽バス見るのが変なんですよ、そもそも。赤瀬山、綺麗です。奈良、東映会、山陽バス、ぼったくりです。これぼったくりです。深い、なんか東横へ。まあ、どなたも来なかったらね、お尋ねしたところ、フロントでね、お尋ねしました。どなたも今日も今のと、今現在ではね、予約が入ってないし、逆にね、私にのお泊まりの 前日はね、満員でしたから、超満員でしたからね。でそれでもね、3人以上は5台ベッドあるんでね、3人以上はコロナの関係でね、予約入れてないそうです。でそれはやはりね、大事ですよ。まあ、3人であの部屋、まあ、十分ですよ。3人ね、3人揃って春ら。これ石野真子さんの歌ですよ。3人揃って春らら。今夏ですけど、まあそれもね、古い歌なんでね、石野真子さんの歌は古い歌なんでね。ご覧いただけますでしょうか。信号待ちの場合、夏の若草が、青い若草なんですね、綺麗に。ですか。確かに秋と比べると、秋でもまだ昨年はそんなにね、超満員です。あいつね、あの鹿にね、違反行為を行ったのにね、分かりませんか。まだ一番です。まだね、ひどいね、鹿の角を持つのいますよ。日本で何しに来てるんでしょうか。はい、
こちら JR750 のバスで前払いですね。降車場がね、あちらなんです。こちらで降ろしていただきます。降車場と乗車場です。自然の空気いいです。家では自然なんかありませんから。うざい、バカバカです。港、漁師町、送らないませんから怖いです。ぼったくりにただね、コーラ仕入れに何のあれもありませんよ。まあね、コーラはね、欠かせませんから、ね、買いに行きますけど、何の私もありませんよ。単なるね、通院歴ね、買い物に買い物行ってね、もうその買い物するか、まだ6年もいませんしね、周りも6年もいませんしね、神経ね、すり減ります。バスが到着します。この景色ね、景色いいです。くだらないね、明石海峡橋の景色がどうでもいいです。クソバカ野郎、かかりましたか。どうでもいいですね、明石海峡。少しで涼しくなりました。ホテル近鉄奈良駅前で東京まあ東京ですけど、これも吹いていきました。19時過ぎている。太陽の西に沈みました。はい、これね、帰りますとね、日が長く感じる。それが庭がどうしても西側なんで、それとね、あの海風のね、嫌な海風ね、嫌ですよ、海風。まだ開けてもね、ベタベタした風吹いてまいりますしね。ホテルに帰るシュークリ、多分まだね、分かり、まあ、泊まったとしてもね、2人なんでね、3の番号とね、 1の番号と、あ、私が5なんで、カードにしてよかったです。エアコンね、自由に操作できるんで。3人といろんな方ね、もちろんいますから、何もいますからね、そこは値段が手頃です。値段が手頃です、ね、6160円払って、あの3850円のね、肉ステーキ重増えましたからね、まあ、対象点でよかったです。結構なね、ボリュームでした。
しば漬けもね結構美味しかったですね。しば漬け食いたいっていうのがありました。まあ食べますけどたくさんはね食べません。まあ、どうしてもね肉油ありますからね、多少なりやっぱり野菜ね玉ねぎ、まあズッキーニとかあんまり実際あんまりいらない。19時06分、まあ、20時ぐらいになりました。完全に日が傾きます。その代わり蚊もいますよ。まあそれはね蚊がつくのシュークリーム大丈夫と思います。まあ私が食べるの、まあ、生のものいけませんけどね。寺の、ね、階段ね降りるシーンもありましたし、バスが到着です。英語書いてますから。センターは英語になってます。いいですよね。これでもね一大市街地なんでね、一大まあ何か一大市街地、市街地という方がねもう通りがいいですよ。奈良の一大市街地、奈良県一の市街地、奈良県一のショッピングあのセンターいろいろありますが、デパートはね近鉄百貨店の奈良店ですね、大和最大店、イオンもありますから。あのドミトリというあれですけどいいですよ。まあ一人のせいもありますけど、だからねドミトリ貸し切りなんかいいんですよ。一部屋貸し切り、近鉄奈良駅前、奈良交通しかねのバスのね乗り場の前でトークショー。奈良楽しいです楽しいです。神戸なんか楽しくありません。シリア人はバカですから、あの樽見に行って楽しむ、あの塩屋から行くのは樽見に行くと、樽見に行く同じね樽見くらいなんですよ。ちょっと言い回しがちょっと変でしょ、言い回しがちょっと変でしょ。確かに間違いはないんですけどね、樽見に行くこいつら何言ってるんだろう、私思いますよ。同じ樽見くなんで何言ってるんだろう。飛びてる感じでバスが到着して前乗り先払いあんなあります前乗り先払いじゃあんなありました
かゆいですよ、それ。ほら、買いました。冷蔵庫ありますか？冷蔵庫。冷蔵庫なき、自給的発射と。発射でございます。出発進行、発射オーダー。15分前後終了時間必要なんで、タクシーを乗車されますね。私はもう大抵バスのね路線は熟知しているんだよ。上り坂がね、あれ大変なとこ。奈良はね、いつってもやはりね、古来日本の風景いいです。悪くあります。自分自身ですよね。じゃあ気をつけてもね、何事も。どの方もね、そうです。何か伝わるべきでありますか。神戸人とね、神戸人は、ね、人にね頼ることしか知りませんから。ところで違いますよね、近畿でもね。それは私思います。甘くはありません。同じ近畿ですけど、より一層甘くはありません。市内巡回のバスを通ったりないですか。内回りです。先ほどのように2号系とか外回り、インパに来ていますけどね、超満員というと、あの垂水駅のクソね山陽バスが、ね、超満員なんですよ。密になってね、これだけでもインパに走っていますからね。それでももうまあね、向かい側のところのね、青山住宅区はね、まあまあ乗車しています。高畑町とか午前中とか高畑町とか今は逆に近鉄奈良駅前でね、降車の方もありますね。大丈夫、まもなく私も東北町のね続きはね、あのサルサの池の夜の景色ご覧ください。まだもう少しね、東北町あと少しばかりお話しさい。話してきた今よく動きます。冷やした方がもっと美味しいですか。150円まだ。コンビニでも使えるんだったらね。全部とも若くても暗くなってきて、
明るい。東。西側は若干明るいです。そろそろ読書エンディングとなります。読書の次はね、まあ、お客様の暗い景色とね、サルサ抜け、夜のサルサ抜けご覧ください。もしね、バス英語の表記もありますから、少し、まあ、見てください。タルメイクの、ね、バスの英語の表記ありません。ほとんど、まあ、ごく一部分はありますけど。もう本当に日が暮れてきました。じゃあ、用意いたしましょうか、私。まずはね、若草の景色。登りますからね。若草山から降りてきます、ね、バスの後方のところに出発しました。降りませんようなところに行きます。東照大寺テンプル、薬師寺テンプル、法隆寺テンプル、再生会ならホスピタル、HOSP で省略してません。県立図書情報館、そのままでね、これライバルですけどね、まあ、こちらはね、まあ、英語、ね、あります、ね。大宮ストリートルート近鉄奈良ステーション、大宮これルート、ルート近鉄奈良よく、これがよくが駅です、ステーションです、省略になりますけど、近鉄奈良ステーション、商店街、商店街ネクストストップ、勉強になりますよ、奈良でいろいろと、ね、こちら東横行、こちら西側の景色、もう暗いです。今日が若草だ。法隆寺回遊ラインのバス、
東大寺テンプル春日グランドシリーナショナルミュージアムバスフロムザボーディングサイトナンバーワンバスフロムザボーディングサイトナンバーツーナンバーツーだね2番乗り場からですからねバスストップは英語ねバスステーション、ね、奈良ステーションテンプルは寺のことですかね法隆寺テンプルなんですね、まあ、一応法隆寺で、まあ、地名になるんですよ一つのねでお寺が法隆寺というお寺があってテンプルですから法隆寺テンプルねなんか先ほどから何かねなんかあの演奏してるあちら黄色のがシャワーありましたあ夜の近鉄奈良駅若草山とバック夜のサルサーナ系のライトアップです。F の 1.1 で ISO 感度ねオートにしていますけど、明るく映っていますね。前方の景色がね、明るいんです。池の方が暗くなります。なんかコントラスト難しいですね。ね、これが背面にね、ホテルが出ております。国寺五重塔です。スコッとしました。辻堂にしましたね。おかしなことね。
航空機ですよね、光ってる。もう少しね、肉眼ではもう少し暗いんですけどね。シュークリームも食べてね、ゆっくりしています。録画のね、なんか不手際で、録画さカメラ回っていなかったのでね、せっかく食べたしね、少しね、トークショーでもね、もうそんな長い時間ねお話したんですけどね、お蔵入りという、残っていませんから、残念ながら、ね、今日もね、こう私と犬予約は入ってこなかったです。まあなかなかそういうことね、珍しいことになって、まあまあ
3連休もね、終わってますね。で今回これがキーポイントでしたね、3連休がね。キーポイントになりました。16日ね、出発でもよかったんですけどね。結局17日に日朝の予約取れましたから、16日も可能だったんですけどね。思うお泊まりが、このホテルもね、満員だったんでね。結局17日、ね、世間ね、3連休で浮かれていてもね、そんなことは私関係なく、次の3連休の最後の、ね、祝日から。そもそもね、これ、今ならキャンペーンのクーポンね、16日だったら1000円なんです。休日扱いなんでね、休日と休日なんで、土曜と同じなんでね、クーポンの金額が。その点、良かったと思っています。まあ、例えばキャンセルあって、お泊まり行ってもね、満員の状態でね、3人の状態でも難しいですよね、それでも。2段ベッドの下段か、これ、こんな気楽じゃありません。金額変わらないんですけどね。3000円近くお支払いしてね、よかったです。何軒かね、いろんなところ、まあ、駅の近くも近くといろいろありますけどね。やっぱり立地条件とか少しね、妥協すれば、いいとこいくらでもあるんでね。何かね、立地条件とか、何か、いい点とね、悪い点、いろんな面で。悪いってね、何もいい。場所いいとこなんでね、これ高台でね、駅から歩いて。悪く、決して悪くないんでね、笹沢の木の近くで。完成だと。ホテルも泊まりましたね、昨年もこう。こんなめっちゃ暑いけどもね、ちょっと体調崩しましたから、あの後。ホテルはホテルの良さ。ありますし、いかにねお得に行おうかと思って検索すれば、このホテルパウダー検索としまして、ドミトリーもねありましたけどね、一番この楽にできるんでね、普通2段ベッドね座れませんよ。もう共用のね、コモンスペースに行くか、横になってるか、どちらかね、こんな空間ね、まあ私、まあ、食っていますけど、ここでね、どなたもいらっしゃらないんで、ね、汚さなければいいんで、ゴミなんか、向こうまでね、捨てに行けばいいね、たまれば。まだ150円ね、使えるクーポン、まあ、何かお金プラスして、まあ、3850円以外でもね、690円バケットで購入しましたからね、コーラとシュークリームね、コーラ3本購入しました、今2本冷蔵庫入れてます。これ、ね、今でのクーポン使いますよね。4000円のクーポンで3850円使えばそれ十分な。明日お休みなんでね。まあ、モスバーガー食いたければ、モスバーガーね、お金出せばそれでいいことなんで。まあ、モスバーガーもうまいんだけど。イオンのね、垂水駅の裏手にあるんですけどね。
何回か来ましたけど、今はあまり行ってないです。実際大阪も行ってないんでね、まあ、そこもねちょっと嫌な思いしているんでね、なんか言いましたけどね、食べてる、まあ、置いているものをね、トイレ行ってる間に勝手にね、全部捨てて何かいただいたシール、何かしおりね、全部捨てられてね、まあ私片物じゃなかったんでね、片物だったらね弁償してもらいますけど、当然勝手にね、そんなことを行うのはそれよくありませんからね。まあそんな思いしているね。結構ね、垂水駅周辺ではね、もういじめられてるんだよ。千鳥屋総本家もそうですね。まあ王将はね、特に大したやつということじゃないんですけどね。まあ見下すというね、人があればそれは分かりませんよ。きちんと行うかどうか、まあ行かないこともないんでね、まあ天皇は何回か買いましたけどね、まあそれは私見つけたんでね、自ら。天皇になりましたね、これはね結構ね、髪もね、綺麗になりまして、平均4ヶ月にね、1回行っています。ならいいです。暑いですけど、暑いですけど、いいですよ。かなり今日汗かきましたね。髪まだ洗えないんでね、まあ特にあれなんでね、まあ、着替え持ってきてますけど、そんな気私ですけど、ぼったくり行くときなんかね、わざとね、汚くして行ってますよ。洗濯機の中に入れてるね、服をね、着てね、改めてね、洗濯ね、行う寸前のものを持ってね、わざとね、まあ、悪臭じゃないですけどね、わざとね、汚くして、な、電車乗らないですからね、そんな。まあそうすればね、叱ってこないんでね、大体ね。ね、くだらなくなりましたけど。はいはい。じゃあね、まあ、お休みしますね。少し、まあ、お休み、まだね、まだね。まあ、このすぐつけテレビね、あなたが歌いてるわけないですから。歌いてるわけないですよ。まあ、名古屋のね、テレビはこれはね、近畿はこれはもう同じなんでね。まあ、奈良テレビありますけどね、もう他のことって私の嫌なんですよ。余計な一言で会話ね、どなたにもしますから、結局はね。いや、まあ本日ね、いろいろ毎日ずっと楽しみました。では
近鉄なら奈良公園前から。グッドナイト。こちら猿沢の県の近くのホテル。